皆さん、こんばんは。今日もお忙しい中、参加してくださってありがとうございます。ズームで参加してくださっている皆さん、またボイシーで聞いてくださっている皆さん、あるいはアーカイブで見たり聞いたりしてくださっている皆さん、どうもありがとうございます。10月22日日曜日というわけで、マスタークラス第3期が10月25日からスタートいたします。今週水曜日です。 日が近づいてまいりました。説明会という形でお話をさせていただくのは、今日が最後の予定になっています。えー、どんな話をさせていただくのでしょうか、私にも全く分かりません。<laughs> <laughs> さて、今日はですね、ワンデースピーチセミナーを開催いたしました。まあ、東京でね、一度行いました。 名古屋と京都でも開催しました。それで終了する予定だったんですけれども、まあもう一度ね、えーまあ、会場もちょうど予約できたといったご縁もありまして、今日開催させていただいたわけなんですけれども、まあ、本当にですね、何でしょうね、まあ、いつも出会うべくして、えー、出会うべきタイミングで、本当に皆さんと出会えているんだなっていうのを、 ものすすごく感じます今日、まあ、スピーチ受講をしてくださった方の中には体調を崩されてねインフルエンザにかかってしまってそれで良くなるかって今日までに間に合うかと思いきや咳が止まらずご自宅からスピーチをするという形で参加された方もいらっしゃいました。でもそれさえもまた素晴らしい体験になっていったんですね。 で自分一人がレッスンを受ける、学びを受けるというのではなく、そのグループで学ぶということによって、実は自分が必要としている学びを、えー、他の方が提供してくださったり、えー、他の方が見せてくださったり、そこに深い共感が起こったり、本当にこう、人というのは、お互いにですね、切磋琢磨しながら、 一人でではなく、うん、人と人がそこに存在することによって、共に学んでいけるのだなということを改めて感じます、まあ。よく言われる話ですけれどもねあの、山にこもって、あるいは洞窟などにこもって、修行をしていた、そして、えー、悟りを得たと感じた、まあ、お坊さんが、いざ町に出てきて、 それでね、なんかこう人にバンってぶつかられた時にムッとしたっていうようなね、<laughs> えー、あの山での修行は何だったのだろうというような話が、まあよくあの例としてね、出されるんですけれども、まあそれは何の例かというと、まあまさにその山奥で、えー、一人で人がいないところで何か理解を深めたと思っても、実際人がいるところで その学びが、うん、本物であったかどうかというのは分かるよねと。むしろこの人がいる中で学んでいくことにこそ意義があるんじゃないのっていうようなことをね、まあ、伝えているんじゃないのかなと思います。えー、今日も、まあ、ワンデースピーチセミナー、一日ではあったんですけれども、まああの、終わった後にですね、参加してくださってた、ヘルプしてくださってたスタッフさんと、 いやーもうマスタークラスそのものだったねっていうね、えー、そんな話をしていました。えー、例えばですね、今日参加してくださった方の中で、昇進された方がいらっしゃいましてね、えっと、ここには今日は参加されてないかな。いつもね、結構説明会参加してくださる方なんですけれども、あのー、昇進されたんですね。それで、十数名が集まってのお祝いの会を来週開いて、 いただけるということでじゃあそこでね、まあ、皆さんありがとうっていうスピーチをするわけですでちょうどその会が来週に迫っているからそのスピーチを題材として今日持ってこられましたそれでそのスピーチの始まりに「ありがとう」と言われ最後にも「ありがとう」と言われてるんですけれどもその真ん中の部分で何が語られていたかというとうーん そうですね、まあ、その方に直接申し上げたのはむしろ怒りを私は感じたということをお伝えしたんですね。で「ワンデ d スピーチセミナーというのは2回1日2回スピーチをするんですけれども1回目のスピーチが終わった後とに、まあ、その方はこういろいろなねフィードバックを受けた後、もう1回2度目のスピーチをしようとして自分の書いてきた原稿と向き合って愕然としたそうです。 ありがとうを伝えようと思って作ったはずのスピーチが文句を言ってるスピーチだったと。皆さん、そんなことがあり得るって想像できます自分がありがとうって伝えようと思って、しかも喋ったならまだわかりますよね。喋るときって喋ることに精一杯で。 自分がなんかなんでこんなこと言っちゃったんだろうみたいに感じることってありますよね。ついつい口から言葉が出てしまった。でもその方は文章に書いていらっしゃったんです。ね、文章に書くということはこう何回も見直して書き直したり、ね、目で見て確認できますよね。そして練習もした。だけれども気がつかなかったんです。危なかったっておっしゃってました、その方。 このワンデスピーチセミナーがなかったら自分は、ね、昇進してこれまでの16年のありがとうを伝える会で集まってくださった方に文句を言うようなスピーチをしてしまっていたとそんなことがありえるかって思われるかもしれません、うん、ありえるんですでその方はおっしゃってました「なるほどこれほどまでに自分が見えないんですね」と に人が自分のことは見えてないよって、本当に自分のことって分かってないんだよって言われても、まあそうは言っても分かってるだろうと。自分は分かってる。そう思うんですよね。でもこのことだったんですねと。そうなんです。頭では皆さんいろんなことを知ってると思います。でもね、 みんないろんなこと聞いてもなんで変わらないのか。できてるって思ってるからなんです。分かってると思ってるからなんです。もし本当にできてて、本当に分かってたら、人生が変わってるはずなんです。でもなんで変わんないんだろうって。いろんなこと学んでできてるはずなのに、分かってるはずなのに、知ってるはずなのに。それは、 できてないし、分かってないし、本当は知らないからなんですね。まあ、何年か前ですけれども、こんなこともありました。それは社長に就任された方が、社員さんに向けて、社長就任スピーチを行うと。まあ、重要な場面ですね、ええ。ですから、その社長就任スピーチを、ちょっと個別に見てほしいということで、 まあ当時はオフィスを借りていましたんでね、そちらにいらっしゃいまして、まあ、個別のコンサルティングというのを時間をかけて行いました。もちろんその方も誠意を込めてね、社員さんにこれからこんな会社にしていきたい、こんな思いで社長をやっていきますと書かれた原稿だったはずです。はい、しかし、その方と、まあ、原稿を見ていって、 分かったことその方に気づいていただけたことは何かというと、その方が書かれた社長就任スピーチは、一言で言うとですね、僕は社長なんかやりたくないのに、やらされてるから仕方なくやります。っていうメッセージだったんです。まさかと思いますよね。本人も、まあ、そのことをお伝えしました。ま,あ、まず一回やってみてくださいってやってもらうんですね。 すると、うん、本当はやりたくないのにやらされてるから仕方なくやるっていうメッセージに聞こえました。お伝えしたら、いやいやいや何言ってるんですかと。そんなわけないですよ。そんなこと思ってないですよ。うん、だと思います。じゃあ原稿を見ていきましょう。例えばこの言葉。ね。どんな思いから出てる言葉でしょう。例えばこの言葉。例えばここ。 何箇所も線を引きました。そしてその方はようやく受け入れることができたんです。私はとんでもないスピーチをしようとしていましたね。自分には責任がない。俺は社長なんかやりたくない。仕方がないからやるんだ。こんな社長のスピーチ聞かされたら社員たまんないですよねって。 よかったです今日見てもらって私も本当によかったなって思いましたそれほどまでに私たちは自分が見えてないってことなんですいいですかつい言っちゃったんじゃないんです原稿に書いて遂行して何度も見直して練習までしてそこに どんな自分が現れているのかということに気がつかないんです。それほどまでに私たちは自分のことが見えてないんです。恐ろしいほどだと思いませんかなぜか自分を見つめるレンズ。私たちはありのままを見てない。自分を見つめるとき、他者を見つめるとき、世界を見つめるとき、 歪んんだレンズを通して見て見いるんですお金のワクワク講座でこんなことありましたね。ボイシーでもお伝えしました。父親に、女なんだから看護婦、看護師でいいって伝えられた女性が、お父さんのことを嫌いになった。たったその一言でもうお父さんは男尊女卑のひどい人だというレンズをその時、 彼女は着想したんですね。目につけたんです。すると、もうお父さんはそういう人にしか見えません。しかし私が彼女に提案したことを彼女は素直にやってくれました。お父さんがやってくれたことを書き出してみてはどうだろう。そこで彼女は気がつくんです。いくつもいくつも出てくるってことに。こんなこともやっていただいた。あんなこともやってくださった。 しかもその中には今子供を産んで母親となった自分が自分自身の子供に対してはめんどくさくってできてないそのことがあった父はそれをやってくれていたんだ改めて父の愛情というものを感じ父の見え方というものが変わっていく その入り口に彼女は立ったわけですね。私たちは自分のことも周りの人たちのこともひいては世界のことも歪んだレンズをかけて見ていますしかしまさか自分が歪んだレンズをかけて見ているなんて思っていません自分が見ている世界自分が見えている他人自分が見えている自分 それが真実だと思ってます。実際あなたがその歪んだレンズを通して見ている現実それをあなたは体験していることでしょう。お父さんはひどい人だ。そんなレンズをかけてお父さんを見ていればその人にとってはひどいお父さんなんです。そうですよね。出会った時も「なんてひどいお父さんなんだ」と感じるでしょう。 自分がひどいお父さんを作り出しているということに気づかないまま、お父さんはそういう人だ。あの人はそういう人だ。自分はこういう人間だ。そうやって誰もがレンズを通した世界、レンズを通して見える世界を体験して生きているわけです。それがあなたの人生です。私の人生です。 しかし我々は、この人生を何とかしたい、この自分を何とかしたいと思ったときに、レンズを変えるということになかなか意識が向かいません。このレンズの先に見えている現実を変えようとします。相手を変えようとします。自分のスキルを変えようとします。自分の何か技術的なこと、行動を変えようとします。しかし、 どんなに行動を変えてもレンズが歪んでいればその変化した行動もまた歪んで見えるんです今日のワンデースピーチセミナーでこんな方もいらっしゃいましたすごく話すの上手なんですどんなふうに上手かというと、えー、原稿を作り込まなくって喋ってもちゃんと構成がもうできてます そして時折キャッチコピーを考え出したかのような、あるいは詩の一節なんですかって言いたくなるような素敵な個性的な独自の表現をされます。また、経験された体験に関しては、絵が浮かぶように、その方はタイに行った時のことを話してくれたんですけれども、 もちろん本人しか経験してません。それをまるで、その話を聞いた誰もがそこにいるかのような、その体験をさせてもらっているかのように話をしてくれます。もちろんそこに行ったことがないから、言葉だけでそれを伝えるのは難しい、そんな時にはわかりやすい、例えも自然に出てきます。またノイズと言われる、えっととか、あのー、とか、そういった言葉もほとんどありません。とても上手です。ところが、 その彼女は「私なんて全然話せません。本当に話すのが苦手なんです。周りの人に何を言っているのかわからないと言われ続けてきました。私の話し方のせいで人間関係もいつもうまくいかなかった。そんなふうにおっしゃるんですね。で私が申し上げるんです。いやあなたは上手ですよって。とっても上手ですって。 でもいや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 今あなたは私が申し上げている「あなたは話すのが上手だ」という言葉よりもあなたの頭の中にある「私はダメな人間だ私は話すのが下手だ私はうまく伝えられない」 そちらの考えを採用しているということに気がついていますかとお伝えしました。びっくりされてました。え皆さんの周りにこういう方はいらっしゃいませんかこあるいはそういう方を見たことはありませんか病気で痛みを抱えていらっしゃるはずなのにどこかそのことを。 嬉しそうに話すもうどこどこが痛いのよねそれは何かというと私たちはネガティブなこと痛いっていうのは嬉しいことではないですねしかし自分が病気であるといったネガティブな事象にも実はアイデンティティを見出す生き物なんです 私は愚か者だ。私は不幸者だ。私は不幸せだ。私はできない。私は足りていない。私は体が弱い。私は病気だ。誰もが、もうそんな自分は嫌だって言いながら、その自分をアイデンティティにしているんです。そこにしがみついているんです。なぜか。そのアイデンティティを失うと、まるで、 自分がいなくなったように感じるからです。アイデンティティ・クライシスという言葉がありますね。それはアイデンティティを失うということです。自分のアイデンティティがわからなくなるということです。それくらいアイデンティティというものは人間にとっては、まあ、心の拠りどころになるものだとされています。ですから、それがポジティブなものであれ、ネガティブなものであれ、 私たちはそれを手放そうとしないんです。もちろん無意識です。だから変わらないんです。でもその方は今日、もうこれを終わりにしたいって決めていらっしゃいました。そして、そのことに、自分ができない自分というネガティブなことに、 アイデンティティを見出して実はそこに自分がしがみついていたんだということに気づかれた瞬間言葉を失っていました。今ほうけてしまいましたっておっしゃってました本当に口が開いて言葉が出てこなかったんですまさか自分がそう思いたいって思ってたなんて。 とっても軽くなった感じでしたねで。その方にお伝えしたのは、これからはありのままを見ましょうって。もちろん、いつだって上手に伝えられる。いつだって上手に話せるわけではないでしょう。私も同じです。うまく話せた時もあれば、話せない時もちろんあります。それは何か事実です。ありのままです。ありのままを見つめるというのは、この歪んだレンズを 外していくっていくうことなんですこのゆがんだレンズというものが自分はできていないあるいは父親はひどい人だ母親は冷たい人間だいろんなレンズがあるでしょうねそれはプラスのレンズかもしれませんあの人は素晴らしい人間だ私はこれはできているプラスの歪みもマイナスの歪みもあります その歪み、歪んだレンズというものを自分がかけていたんだということに気がつくとき、私たちは真実を見ることができます。ありのままです。誰もが本当はありのままの自分でいたいと思っています。なぜならば、自分を偽って生きることは苦しいからです。何かにならなければならない。何者かにならなければならない。 そのように生きるのはとても苦しいことです。誰かといるときにどこか自分が何かを演じている。そう感じて人間関係に疲れている人多いと思います。人にどう思われるかを気にして、あの人にはこういう顔、この人にはそういう顔、人によって顔を変える。そのことに疲れている人も多いと思います。自分がわからなくなってしまった。 今日のスピーチセミナーにはそういういいい方もいらっしゃいましゃまた周りの人の顔色をうかがいすぎているうちに自分が何がやりたいのかわからない自分が見えないっておっしゃってました自分がただこの自分でいてもいいんだその感覚はとてもほっとする感覚ですある方が居場所がないんですって っっておししゃってました私がその方にお伝えしたのは「居場所は外にはありません」「居場所はあなたの中にしかありませんよ」これはあれですね昨日のサロンドニシト中華料理を皆さんでねおいしく頂い,いたんですけれどもそこに来てくださった方に申し上げたお話ですね「居場所がないんです」「居場所は外側に探してもありませんよ」「あなたの中にしかない」 そろそろそのことに気がつくタイミングを今お迎えなんじゃないでしょうかとその方にはお伝えしました。ありのままの自分でいるということそれはこの自分でいていいんだという自分への許しです。私たちは自分を許す時他人を許します。このありのままの自分でいいんだ何者かにならなくてもいいんだ。 それは怠けるということ、諦めるということではありません。むしろ真逆です。この自分でもう仕方がない。それは諦めるということなんです。ある種は。しかしその諦めるというのは投げ出すことではありません。諦めるの本来の意味は明らかにするということ。なるほど、これが自分なのか。ありのままを知るということです。ありのままを知るからこそ、そこから歩みを進めていけるんですね。 ですから、ありのままの自分を知って受け入れるということ。これは、いえ、これこそが、真に自分が変化していく最初の一歩なんです。ですから、今日のスピーチセミナーでも、まずはそこからスタートしました。まずは、技術的にああした方がいい、こうした方がいいとは言いません。まずは、その方がその方でいていいんだ。そして、その方がそれを受け入れることができたときに、 初めて技術的にはこのようなことに今後意識して取り組まれるといいと思いますよというアドバイスをさせていただきましたそうしないと結局自分を否定しこんな自分じゃダメだからこの技術を身につけなければならないとなると技術を学んだことが苦しみになるからですみんな幸せになるためにより良くなるために学んでいるはずなのにその学びが苦しみになるのは あなたがあなたを受け入れていないからなんです。こんな自分じゃダメだから、こうならなければならない。そう思って学びを進めるとき、ひたすら苦しいでしょう。なぜならば、ベースがダメだと思ってるからです。ダメな自分を何とかするために技術を身につけなければならないと思うからです。しかし、ありのままの自分を受け入れるとき、あ、これは自分だな。 未熟なところがたくさんある。でもいいところもある。みんなそう。私もそう。これが自分。うまくできるときもあればできないときもある。成功することもあれば失敗することもある。それが自分。ありのまま。だから、そこから自分はこうなりたい。なれたらいいな。よし、やってみよう。チャレンジしてみよう。 これは自己否定をベースに学ぶ人と全く起点が違います。今の自分を受け入れているからより素敵になったら嬉しいな。それはこうでなければならないではなく、こうなれたらいいな。なんです。だから学ぶことが楽しくなります。 いろんなことを学んでいるのになぜ苦しみが終わらないんだろうという方は、そのベースが変わっていない可能性があります。まず、まず大切なこと。それは自分を受け入れるっていうことです。マスタークラスはそこからスタートしていきます。あなたはあなたで素晴らしいんです。でもなかなかそう思えないですよね。こんな自分じゃダメだ。だから自分のこんな みっともない部分、醜い部分を人に見られたら、きっと人は離れていくに違いない。だから隠しておかなきゃ。見せないようにしなきゃ。そうやって自分を演じて生きていることはとても辛いことです。疲れることです。今日参加してくださったある方がこんなことを言われていました。その方はお金のワクワクコミュニケーション講座にも参加してくださっていたんですが、その仲間にね、まあ仲間は の女性は、第3期に申し込まれてるんですね。で、その方に、西戸さんの、あの、ワンデースピーチセミナー私も受けたんだけど、受けるといいよって、そう言われたとき、その方はこう思ったそうです。いや、でも嫌だな。怖いよ。だってなんか西戸さんって見透かされそうなんだもんっ。っていうことを、今日直接言ってくださいました、私に。 僕は見透かされそうで怖いなって、嫌だなって思ってました。それを聞いて私はその方に申し上げました。そうです。私はあなたを見透かしています。あなたの中に本当はものすごく深い優しさがあることを私は見透かしています。あなたのスピーチにはそれが今現れてなかった。 でも私は見,見てます。その奥に優しさがありますよね。感謝がありますよね。だから今私がいろんな問いかけをした時にそれが出てきたじゃないですか。その方のね、表情が今日いらっしゃった時はね、なかなか目を合わせてくださらなかったんです。怖かったんでしょうね。 <laughs> 目があってもすぐそらされる。ね、でもまっすぐに目を見てくださってとっても優しい目なんです。とっても綺麗な目なんです。だから私はそのことをお伝えしました。本当に優しくて綺麗な目をしてらっしゃいますねって。今日ここにいらっしゃった時にはなかなか目を見ていただけなかったからそのことに気が付けませんでしたって。 しかもお顔の表情も本当に優しくて柔らかくて今とっても素敵な表情をされてますね。そしたらその方は自分がオンラインの講座を受けている時画面に映る自分の顔を見てなんて自分は表情が変わらないんだろうってそう思って嫌でしたってでもお顔をねその方触りながらおっしゃるんですなんか顔が柔らかいですって 顔が動きますってそれが本来のその方なんですみんなみんな本当に素敵な存在なんですみんな素晴らしい存在なんですそれなのに自分を否定している自分はダメだと思ってる 誰かと比較して落ち込んでいる諦めているそんな姿を見たりそんな声を聞くとなんとかその方がその歪んだレンズをそうやって自分を見つめるその歪んだレンズを外せたらいいのになって感じますそうしたら その方が本来持っている優しさとか本来持っている笑顔とか本来持っている輝きが自然に溢れてくるからです。私はコミュニケーションという切り口でそのお手伝いをさせていただいています。なぜかというと先ほど申し上げたようにその人が話す言葉に あるいはその人が話す際の目線や体の動きにそれが現れるからです。今日身長が186センチとおっしゃったかなうん、180センチ以上あるね、あの方がいらっしゃいました。とっても背が高くて、ね、体がスッ,スッとまっすぐでね、細身ですらっとしてらして、とても美しいあの体をお持ちの男性ですね。ところがね、 ずっと膝を曲げて、ずっと肩をこう入れてしゃがむようにお話をされるんですね。で私は申し上げました。背が高くていらっしゃいますねって。だから、どんな方に会っても上から見下ろす形になるでしょう。相手に威圧感を与えたくないそんな思いから、無意識のうちに自分をこう背をかがめて、膝を曲げて、 人に接するお話されるようになったんじゃないですかって。びっくりされてました。全く無意識だったからです。自分がそうなってるってことに気がつかないんです。でね、その方のこう膝をまっすぐにしましょう。って一瞬はできるんですけど、また曲がってきます。ね。そして、えー、こう胸をね、張ってまっすぐに。でもまた肩が入ってきます。 どうやったらその方がまっすぐに立ってお話しされることができるかなっていろんな角度からこう体をね触らせていただいたりお声をかけさせてもらってたんですが最終的にこうその方に響いた様子だった言葉はみんなを両手を広げて抱きしめるような感じで話してみませんか お伝えしたんですねそうしたら「うわっ!」って言われたんですその方。「わっ!」って。えなんどうしたんですかこの会場ってこんなに広かったんですね。自分のほんのほんのほんの目の前ほんの少し先しか僕見てませんでした。行って 配信するためのカメラまでしか僕は見えてなかった。でも、この部屋広かったんですねって。見えてなかったんです。自分のすぐそばしか人を見てなかったんです。でも、世界を抱きしめながら、みんなのことを包み込みながら話してみませんかって両手を広げたそれだけで、 もう見える景色が変わったんです。もちろんその方の声が変わりました。表情も変わりました。本当に意識の向け方一つなんですね。ただ、自分がどういう意識で喋っているのか、そして自分が何を実際にやっているのか、その方はね、まあ本とか、あの、いろんなもので学ばれていらしたそうです。 でも自分が本を読んで自分で理解できる範囲っていうのはやっぱり自分を超えにくいんですよね。しかし今日お伝えしてその方に驚かれたことっていうのはその方のこれまで生きてきた世界の外側にある話だったんです。つまりその方の歪んだレンズ。 誰もが歪んだレンズをかけています。その方のレンズを通して見えている世界には存在していなかったことなんです。これは自分一人では見つけられないんです、残念ながら。私も多くのメンターに教えてもらってきました。今でも教えてもらっています。そして、マスターで、ドクターで学んでくれる仲間たちが、 教え続けてくれています。彼らの課題は私の課題だからです。人生に起こる出来事というのは自分に無関係なことは起こりません。目の前に起こることっていうのは必ず自分の学びなんです。自分に何かを教えてくれているんです。ですから、ああ、今目の前にこういう人が現れた。それは、 私も同じことができていないってことだな。いつもマスター制に教わってます。ドクター性に教わってます。そしてマスター性同士が、ドクター性同士が、またマスター性とドクター性がお互いに学び合っていきます。誰が偉いとか、誰ができているとか、誰が上とか下とか、そんなことではありません。みんな一緒なんです。 みんな歪んだレンズをかけて世界を見ているんです。みんなそのレンズに囚われてるんです。一緒なんです。でもね、面白いことに囚われている場所が違うんです。だから、自分が囚われていることが、周りの人から見ると、なんでそんなとこに囚われてるのって見えるんです。でもその、なんでそんなことに囚われてるのって言ってる人が囚われていることは、 また別の人から見るとなんでそんなことにとらわれてんのっていうことが見えてくるんです。だからたくさんの仲間がいてくれればいてくれるほどたくさんの自分に出会っていきます。あそんな視点もあったのか。あそんなふうに世界を見る方法があったのか。えってことは自分のレンズってここが歪んでたな。そうやって。 世界が変わっていきます。なぜなら、レンズの歪みがどんどん補正されていくからです。いや、正確に言うと、私たちは何百枚、何千枚というレンズをつけています。そのレンズがまた一枚、また一枚と落ちていく感じです。でレンズが減っていくんですね。そして、いろんなことを少しずつありのままに見れるようになっていきます。それは、一言で言うと、 楽になるってことです。ありのままが見えるというのは、真実が見えるということ。解像度が見え、高くなるということ。自分に対して、他者に対して、起こる出来事に対して、今まで、例えば、うん、10センチの深さまで見えていたとしたら、それが30センチになり、1メートルになり、この深さはどこまでも、 深ままっていきます空に終わりがないようにこの世界を見つめる解像度の深さにもそこがありませんどこまでも深まっていくそして深く,深く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 見つめていくと実はそれが天に抜けていた宇宙とつながっていたっていうことに気がつきますぐるりと一周してくるんですね そんな学びをマスターではやっています。話す技術、聞く技術。これを身につけていただいて、日常生活での大切な方々とのコミュニケーション。それは人前で話すことだろうが、1対1で話すことだろうが、本質は全く同じです。その聞く、話すっていうコミュニケーション。もうこれが全てですよね。<laughs> どんな仕事にも必要なこと。 子育てにも必要なこと。もし、いや、私は人とあんまり関わっていませんという人でも、自分との関係、セルフコミュニケーションを取っています、誰もが。だから関係ない人がいないんですね。自分と他人と、出来事と、先日はお金のコミュニケーションをやりましたが、ありとあらゆる物事、人とのコミュニケーションというものが変わるということは、このレンズが 変変わわりりつながり方が方っていくっていくとうことですだからいろんなことが変わらないわけがないんですね。あなたが求めていらっしゃることは健康かもしれません。仕事の成功かもしれません。恋人を見つけることかもしれません。子供や夫とあるいは奥さんとうまくいくことかもしれません。 あるいは自分自身の苦しみを終わらせることかもしれません。実はその学びが、そのすべての学びがマスタークラスに詰まっています。マスタークラスで学んでいただく方は、あなたが欲しいものを得るでしょう。そして、あなたが予想だにしていなかったものを得ることになるでしょう。あなたが今欲しいと思っているもの、それは 今のののあなたの歪んだレンズを通して見て見いるる世界に存在するものです。もでそのレンズが抜け落ちた時そこには自分が存在することさえ知らなかったものが見えてきますその時気づくんです私が欲しかったもの本当に欲しかったものは実はこれだったんだっていうことに 今日ある方が、あの、個別相談受け付けてますよね。で、その個別相談にお申し込みをいただいて、すごく真剣にね、本当に受けたいけど、自分はリアルに一回も出られません。海外にお住まいの方なんですね。だから、果たして99万円も投資して、自分はそれだけのものを得られるんだろうか。 不安でです。これまでもいろんな学びやっ,てきましたほやっぱりまあ本とかね映像が中心だってことでしたけれどもそれで奥さんに言われるんですって何十万かけてあんたそれってなんか元取ってるわけって <laughs> きつい一言ですよねでもおっしゃってましたねでもこういう学びって別にあれですよね売り上げに直結してお金に換算できるものじゃないんですよね そうなんですよね。その方は分かっていらっしゃるんです。もちろんつながっていくんですよ。でも、はい、九十九万円の学びが三千二百五万円になりました。なんてことは分かんないんですね。<laughs> 費用換算できるものではないわけですね。でも、その方はやりたいって、でも、不安だっておっしゃってたんですね。その方に申し上げたのは。まさに今のお話でした。 これだけ支払ったら、これだけのものが得られるだろうと思っている以上のものを、あなたは得ることになると思いますよって。でも、それはぼーっとして得られるものではもちろんありません。自分はそれが欲しいって。思わなければ、そこに向かって歩き出すこともありません。でも、おっしゃるんです。いやーでもね、正直、 まあそこそこお金もあってそこそこ家族もいて幸せで笑い合っていてまあどこかこれでもいいのかなって思うんですよねってでも最近仕事にちょっとやる気がないんですなんでかわかんないけどまあでもなって家族と過ごす時間も楽しいしそれでもいいかなってそんな風に思ったりもするんですよねって でもみんな、いやでもこのままでいいよねって自分に言い聞かせてると思います。だってこのままじゃダメだと思ったら苦しいじゃないですか。だからこのままでもいいよねって。そこそこ幸せだよねって。そうやって自分を誰もが納得させて生きてると思うんです。私もそうでした。だけれども、もうある時に、 納得させられないくらい自分が何のために生きてるのか分かんなくなっちゃったんですね。ああ、もう無理だなって。なんか仕事をこなすようにもう生きていくことはできないなって。これまでの経験がありますからね、うん。こなすことはできるんです。でも自分の熱がそこに入ってないっていうのが分かってた。 でも自分の熱のありかが分からなかった。でも私は人生を諦めたくありませんでした。絶対に幸せになりたいって思ってた。すごい貪欲なんです。そして幸せというものをそこから探求しました。幸せって何だろうって。今幸せって4つあるかもしれないと思ってます。まず1つ目。 これこれマスターで始まってから言おうと思ってたんですけど、まあ出てきたんで、<laughs> 出てきたってことはこの話を必要とされている方がきっといてくださるのだと思います。まず最初の幸せ。それは条件付きの幸せです。誰かがいてくれるから幸せ。何かの仕事ができてるから幸せ。これだけのお金があるから幸せ。どこどこに行けば幸せ。何があるから幸せ。 はい自分の外側にある条件付きの幸せですね。あの最近の若い人たちに20代の方にどういうことが幸せですかっていうと大体家族とか恋人とか友達っていうふうに言うそうですね。はいこれ全部条件付きの幸せですなぜならその人がいなくなれば不幸せということになるからですね。 この条件付き幸せっていうのはもちろん幸福感が伴いますが、あの、終わりがありません。なぜかというと、私たちの感覚というものはすぐに慣れてしまうからです。例えば、いい香りだなーって思っても、すぐ慣れてなんか匂わなくなってくるんですよね。そうすると、より強い香りを求めますね。で気がつくとなんかもう香水臭いな人になってしまうなんていうことがありえます。同じです。例えば、仕事で達成して何かこう褒められてね、 すごく達成感満足感を得た。すると、今度はよりレベルの高い達成を必要とします。さらに上、さらに上。これ、終わりがありません。お買い物だってそうです。ね何か高価なものを手に入れた。ね周りから、わあそんな素敵なものを持ってるんだ。いいね。ところが、物質というものは、まあ、物質のみならずすべてですけれども、必ず劣化していきます。 そしてて飽きていくんです。買った瞬間の喜びというものがなかなか続かない。そうするとまた新しいもの。ねブランドの新しい新作が出た。また出た。ねすると今度はこのブランドでは飽きたらない。もっと高級なブランドへ。終わりがありません。条件付き幸せというものは終わりがないんです。しかし、それが幸せや幸福感を与えてくれることは。 あの事実ですよね、はい、それは一つ目の幸せだなって思ってます。でもこの幸せには終わりがないぞ、天井がないぞ、これどんどんむしろ苦しくなっていくぞって気がつくんですよね。二番目の幸せ、それは何かというと、無心の幸せです。心がない無心です。皆さん経験あると思います。 何かに夢中になっていたらあもうこんなに時間が過ぎてた自分の好きなことをやっている時何かに夢中になっている時ねゾーンに入ったとかフローに入ったなんていう言葉がありますねまさにそんなふうに自分を忘れる自分が消えてしまうようなそう無心 いろんな煩わしいこと、苦しいこと、頭の中から離れない後悔、心配、そういったものから解放される幸せです。無心の幸せというものがあると思います。3つ目、生きがいの幸せです。ああ、自分はこれをやるために生まれてきたんだ。生きがいを感じる。 使命に出会うそして誰かのお役に立てるこれはとても幸せなことですここに出会いたいと思っている方多いと思います確かにとっても幸せなことですああ私は自分の命をこれに使わせていただこうって自分にいただいたギフトこれ誰もが持ってますギフト才能ですそのギフトを私はそうかこのことに使わせていただくために 今までこういう環境で育ち、こういう教育を受け、こういう技術、才能を開花させてもらったんだな。それは、まるで点だった自分の人生が線につながって、あこの先の道はこっちへ向かっている、そんなふうに、えー、未来、誰かの社会の、世界のお役に立てる、そのことが自己犠牲の上に成り立つのではない、我慢じゃないんです。そのこととが自分にとって、 この上ない喜びなんです。そういった生きがい、やりがいに出会える。これ、三番目の幸せです。しかし、四番目の幸せもあるんです。ということに気がつきました。それは、一つ目の条件付き幸せに対して、無条件の幸せです。これは、 何かをしているからとか、何かをしていないからとか、何かを持っているから持っていないから、使命に出会えたから出会えていないから、関係ありません。自分がここにただ存在している、そこに幸福感がある、無条件の幸せです。 これはとても心が穏やかで例えて言うならば凪のような状態です。すごく静かな皆も心に平和があります。でもそれは止まってしまった凪ではないんです。 湖の底から湧き水がンコンと静かに流れ出しているように自分の深いところから生きている喜び、生命の喜び、ただ存在しているということの幸福感が溢れ出てくるようなそういう静かな状態、そんな幸福もあるんだということが 分かってきました多くの方が1つ目の幸福感を幸せだと思い追い求めこれができる自分になれば幸せになれるこれぐらいお金を稼げればこれぐらい仕事で成功できればと条件付き幸せというものを求めていますそれは悪いことではありませんしかしそうじゃない幸せというものもある とということを知った今そのことを一人でも多くの方と分かち合いたいって思ってます。そういう仲間を増やしたいって思うようになりました。なぜなら自分一人が幸せでも幸せじゃないからです。周りの人が苦しんでいたら自分もやっぱり苦しいんです。だからね。 周りの人たちの苦しみが終わっていくこと、周りの方々の歪んだレンズが抜け落ちていくこと、そしてその方が笑顔になり、本来持っていた輝きを取り戻されてキラキラ光ること、それは私の喜びなんです。その方の喜びであり、同時に私の本当に喜びなんです。だから、 西田明子コミュニケーションアカデミーをやっています。マスタークラスをやっています。一人でも多くの人に受けてほしいと思ってます。ただね、本気なんですよ、これ。ものすごい時間費やしてます。はい。別にあの、押し付けるつもりは全然ありません。ただ、本気だって言いたい。うん。本気なんです。一人一人に関わります。だからこそ、受講料は高額になりました。 それだけの本気の金額だと思ってください。そして、入ってきてくださる方にも本気で来てほしい金額です。もう、歪んだレンズで世界を見つめ、自分を見つめ、苦しい、そんな生き方はやめるって。あるいは、 まあこれでいっかって思っているでも本当はどこかで感じてるんですよねもっと何かあるよなってその可能性に目を開くって決める幸せになるって決めるそうやって 決めてくれた人たちが第3期集まってくれてますあのね今駅東洋思想ですねあの孔子孔子っていう人知ってますよね皆さん儒教のね孔子ってめちゃくちゃ駅にはまってたんですよどれぐらいハマってたかっていうと駅の本がまあ、昔は川でね閉じられてるんですけれどもそれが擦り切れて破れたぐらい駅にはまったと言われておりますそれからユング心理学者ですね ユングもですね、すごい液が好きで、で、実は、あの、境地性といわれる言葉、シンクロニシティ。まあね、今、シンクロなんて当たり前に使いますけれども、あの言葉を生み出したユングは、実は液からこの言葉を生み出したって言われています。で、その液をね、昨日、あのクラスがあったもんですから、まあ、液を振りましょうと、ジャッとこうね、振るんですけれども、その時に何を振りますかって言われて、じゃあ、 今週から第3期マスタークラスが始まるんで、うん、その心構えを聞きますって言って、シャッてやったんですね。そしたらですね、あのこの4つが揃うと大吉ですよと言われている、まあ、4つの徳というものがありまして、それが元、教、リ定というものなんですね。この玄、京、理が全部入っているものが出まして、まあ超大吉です。はい 超大吉出ました。でそこに、えー、楽しむっていうことが出まして、その駅の中に入ってましてね、要素として。とにかく、西とは皆さんの声を聞いて、皆さんに楽しんでいただこう。その思いでやると、今回の第3期は現況、元教利帝、すべてが入った、満たされる、 超大吉になりまますよっていうのが出ましたでもこれ私分かってたんです直感ですけどだからね駅ってね自分の直感を確認するような感じなんですね私にとってはねやっぱりなって今回第3期めっちゃ楽しいクラスになるなって思ってたんですよなんか分かんないけど今回は楽しいなって思ってたんですねまあごめんなさい今までのマスタースはどっちかっていうと苦しかったかもしれませんが <laughs> でも 今回なんかわかんないけど楽しいクラスになるなっていう感じがして仕方がなくてそしたらまあ駅でもそれが出ましたので今回第3期、まあ、もちろん始まってみなければわかりませんがあのまあ直感でも駅でも楽しくって最高のクラスになるって出てますいつかいつかと思っている方いつかは来ません 自分が決めないと私はみんなと一緒に幸せになりたいみんなに心から笑ってほしいあなたが持っている才能を可能性を最大限にこの命ある時に 開花させせててて輝かせて生きほしいなぜならあなたがそうやって自分を最大限に生き最高に幸せに生きることがこの世界にとっての最大のギフトだからですあなたができる世界への貢献はあなたが幸せであることです幸せな人にしか周りを幸せにすることはできません だから誰よりも幸せになってください。最高に幸せになってほしい。マスタークラス。今回から話すも聞くも両方やります。分けられない。そして皆さんの日常生活が、皆さんのこれからの人生が、 笑顔いっぱいになりますように、本当にその願いを込めて、精一杯、今週水曜日から半年間やらせていただきます。あなたにもその仲間になってほしくて、説明会何度も行ってまいりました、えー。今日が最後の説明会です。皆さんからのお申し込み、心よりお待ちしております。えー、ご相談、わからないことありましたら、事務局にお気軽にお尋ねください。ありがとうございました。 皆さんありがとうございました。今日は完全に授業です。<laughs> 今日ね、あのまあ、そんなに私、駅振らないんですよ。<laughs> なんですけど、昨日授業だったんで、今振ってみたんですよ。じゃあ、今日の説明会の心構えって言って、シって振ったら、何が出たと思います無心でいけって出ました。<laughs> うん。 無心でいきなさいって。沢山感っていうのが出たんですけどね。はい、無心でいけと。だから、うーん、何喋ろうかなーって思ってたんですけど、何も考えないでいこうって。っていうか、何も思いつかなかったんですけど。<laughs> まあ、本番が始まったら出るなって思ったら、こんなん出ましたけど、いかがでしたでしょうか。<laughs> はいえー、今日も皆さんお忙しい中参加して本当ありがとう参加してくださってありがとうございます。はい。そんな思いでやってます。マスタークラス。うん。あのー、もちろん高額の講座なんでね、気軽にどうぞって言って、はいっていうわけにはいかないのは分かってます。でも本気でやってます。私人生かけてやってます、これ。マジで。このために生きてます。で、皆さんから あのいただいたお金を、そう、あの、まあ、明日のボイシーで話すんですけれども、あのラジオ番組やらないことになりました。はい。えー、っと、なんでかっていうとですね、あの、まあのま今回、クロス f m っていう福岡の FM 局は、まあもう潰れそうだったんです。大赤字です。でそこをえー 堀江さんと大手さんという方がね、まあ、あと、まあ、インクルーシブという会社もですけれども、が買われたんですよね。でそれで経営を立て直そうということで、それで朝の番組月曜日から木曜日2時間、まあ、最初は2時間半の予定だったんですけどね、まあ、2時間。私はノーギャラでやるつもりでした。あのお金ないのもん、みんな大変な時ってあるじゃない、うん、私は今そのギャランティーをいただくな,なくても、みんなから 支えてもらって生活できてるから。だからギャランティーもらわなくても私できるで。さらに、まあ、本来はお金もらって喋る仕事やってきたんですよ、今まではね。だけどお金いらないですと。っていうか払えませんって言われて。わかりました。でしかも制作費もないんですね。足りないんですよ。だから制作費も私出しますって。みんなからもらったお金をね。 このラジオの制作費に使って、そして、この学びを、もちろんラジオですから、エンタメ番組です。こんな熱く語りませんよ、さすがにね。まあ、時折語ると思いますけど。<laughs> だけど、あくまであのラジオのエンタメとして、このことを薄く盛り込んでいこうと思ってたんですけれどね。だからそれを、あの、多くの方にね、聞いていただけるっていうのは、みんなからいただいたお金の使い道として、最高の使い道だなって思ってね。 それをやろうと思ってました。なんですが、まあいろいろあって、うん、ちょっと向かっている方向が同じじゃないんだなって、うん。私はね、とにかくいい番組を作りたいと思ってました。それだけ、はっきり言って。もうそれしかない。あの、とにかくみんな聞いてって言える心から、っていうか本気で。 作作っっってて心かかからいいいいとと思える番組を作りたたうことしかなかったでもいろいろお話ししていく中でそれがかなわないなってことが明らかになってしまったので申し訳ないけど「おります」って言っておりましたでもねあのー、いいことしか起こらないんですよね何かっていうと私今回のことでどんだけ自分がラジオやりたいのかってことに気が付きましたうんしかも私がそこまで本気だってみんな思ってなかったんですよね そんな、いちいちそんな私ギャラもらわなくて制作費も半分出しますからとかって言ってないからそんなに。だけどそのミーティングにあのスタッフさんが、ディレクターさんがいてくださってね、ラジオの関係の方他にもね。で、そんなに西と本気だったのかと、うんまあ。その方には私からだからギャランティーをお支払いするつもりだったんですよね。そしたらね、あの、この企画書、まあ、女性の 女性がもっと自由に輝けるようにっていう番組の企画書なんですけど本当にいいから他のラジオ局に俺持ってくわって言ってくださったんですよねもちろんそれで決まるか決まらないかなんてのは分かんないでも嬉しいじゃないですか、うん、でも本当決まるんじゃないかなっていう気がしてますけどねそしたらクロス FM でやるよりももしかしたらもっとみんなにもっとたくさんの人に聞いてもらえるかもしれない うんまあ、あるいはインターネットでやることになるのかわかんないけどでも私やりたいってこんなにやりたいんだってことに気づかせてもらえたんですおかげさまでだから本当にありがたいなと思いました今回こういうお話をいただいたことうんそれからあの朝の番組だからさ <laughs> 4時起きでしょってことはもう朝方に整えていかなきゃいけないと思っていろいろ自分の生活を変えてる最中だったんですよね 今日も5時に起きました。そしたら、気持ちいいのね、早く起きんのってね。でもね、私、ここでまた気がついたんですよ。私、諦めてたって。だって、授業が夜なんだから、ね、夜10時、まあ、だいたい延長もしますから、10時半、時に11時とかなっちゃって、そこから犬の散歩行って、お風呂入って、ね、なんだかんだして、朝方は無理って決めてたんです。だから、そうなってた。でも、体調崩して、 成長ホルモンが出る最低でも11時から1時の間は寝ててくださいって言われるんですよね。うん難しいと思いながらやってました。でも朝の番組やりたいってやるって決めたらもうやるしかないからなんとかしようと思って動き出したんですよね。そしたら今朝の5時に起きれてるんですよ。てか起きれたんですよ今日は。でこんなに朝っていいんだなって思ったできるじゃんって ああ私が決めてただけだった。夜に授業があるから私は朝方の生活はできない。決めてたからそういう現実になってただけだったってことも今回教えてもらえた。なんだ夜授業やっても朝方できるじゃんうんだから私は自分の体を健康に保ちながら朝方の生活をしながらだけれども夜の授業もできるっていうやり方も今回見つけられたんですよ。うん。そして またた一つ諦めてた自分に気が付けたうんだからあのまあ周りの方々はねもうさぞかしがっかりしてるだろうと思って励ましてくださったりしてるんですけどあのいや全然あのむしろいいことしか起こってなくて <laughs>、うん、これからもいいことしかきっと起こんないんですって思ってるからそうなるしかないんですね。<laughs> はい、だってさもちろんやりたかったですよ。 ね、ラジオもやりたくてしょうがなかったですよもうアイディアが止まらないんですよこんなこともやろうあんなこともやろうって。うん、だけど自分の人生にとって何がいいかなんて誰にも分かんないでしょもしかしたらクロス FM ができなかったおかげで、ね、あの別のラジオ局でできて結果より多くの人に聞いてもらえましたってことになるかもしれないじゃないですか。 要するにね、怒った出来事がいいか悪いかなんて分かんないんですよ。それなのになんで落ち込むのと思う。うん。絶対いいんだよ、怒ってることって。だから落ち込む必要なんか本当ない。もちろん悲しいんでいいんですよ。悲しいことは悲しいんです。ね。だけど、悲しめるって素敵じゃないだってそれだけその人のことや。 何かその何かが大切だったってことなんだもん。どうでもよかったら悲しくないよ。悲しめる。そんなに心を動かせるだけ自分が大切にしたい何かがあったってこと。そんなものに出会えたってこと。それって素敵だなって思う。うん。だからね、本当にみんな誰でもね、あのー、幸せなの。もうすでに。 でも、歪んだレンズがそうじゃないって思わせてるだけなの。で、自分が幸せになっちゃうとね、コミュニケーションなんて上手になんの。<laughs> 自分が幸せなんだから、人に優しくなれるの。うん。上手になります。はい。えー、というわけでですね、あのー、そう、皆さんから、あの、いただくお金もね、私がもうやることはもう本当にこの一つ。うん。この学びを広めて、 本当に心から笑える人。もうそれは男性も女性も子供もおじいちゃんおばあちゃんも年齢は問いません。国も問いません。そういう人が一人でも増えたらいいな。私はそれが生きがい。さっき言った三つ目の幸せね。私にとってはそれが三つ目の幸せです。はい。でも、もしそれができなくっても私は幸せなんです。なぜなら四つ目の無条件の幸せがあるから。はい。今日も幸せです。 みんなのおかげです。本当にありがとうございます。こうやって皆さんが聞いていただけること、もう感謝しかありません。本当にありがとうございます。で私はとにかく一人でも多くの人と学びたい。そして学び続けてほしいと思ってます。なぜなら終わりがないからですで。このマスタークラスは学び続けていくほどに値段が安くなります。はい。ドクタークラスになると、1ヶ月にもうあの3万3000円になります。 で、3万3000円で、えっ、ー、と、なんなら両方のマスターを受けられます。もちろん大変ですけどね <laughs>。でも、あの、いや、もう、ドクター生の中には、いや、もうちょっと両方受けます、今回っていう人もいます。全然構いません。はい。で、私は、マスタークラスは、あの毎回違うことをやります。なぜかっていうと、私自身が変化していくから、進化していくから。私もまだ歪んだレンズだらけです。 そして、日々、歪んだレンズを手放していってます。正確に言うと、自分が手放すんじゃなくて、レンズが勝手に落ちるって感じです。あこのレンズいらないわって思ったら、レンズの方から落ちてってくれるんです。離れてってくれるんです。それでもまだまだ歪んだレンズがいっぱいです。だから、みんなと一緒に学ばせてもらってます。みんなと一緒にもっともっと自由になりたい。はい。えー、この学び。 最高にあの、楽しい学びです。もちろん苦しい部分はあります。それは見たくなかった自分を見ることもあるからね。でも、その見たくなかった自分を見た先に、本来のその人の光、輝き、才能、優しさ、愛情、自由、そういったものがね、あの、眠ってるんです。忘れちゃっただけ。だから、子供の時は誰もが、 それ100%で生まれてきてるんですよ。でしょだから子供を見ると誰もが笑っちゃうでしょ笑顔になっちゃうでしょみんなそうだったんですよ。みんなそうだった。あなたは光そのもので生まれてきてるんです。愛そのもので生まれてきてるんです。そのあなたが自然。その私が自然。うん。それを思い出すっていうことがあの学びなのかなって私は思ってます。はい。 というわけでいよいよ10月25日スタートいたしますマスタークラス第3期なんか質問ある方はいらっしゃいますかないですか <laughs> ないってことはしっかり伝わったってことかな <laughs> はい えー、ありがとうございました。じゃあ,あの、みんなと一緒に学べることを心から楽しみにお待ちしています。ということで、今日も参加してくださって、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。みなさん、いい眠りを、いい夢見てくださーい。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございまおやすみなさい。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありました。ありがとうございました。した失礼します。